皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、集客に便利なツールだと分かっていても、ブログを書くのが苦手な女性のための簡単ブログライティング5つのコツということについてお話をしたいと思います。ちょっと長くてすみません。はい。ブログっていうのは、SNS ツールの中では、拡散タイプのものと、溜まっていくタイプの性質があるっていうのを分けた時に、ブログは貯めるタイプ、溜まっていくタイプの性質のある SNS 系の、集客ツールになります。溜まっていくっていうのはどういうことかっていうと、記事を書けば書くほどどんどん溜まっていくんですよね。要は URL とかがたくさん作られていくことになりますので、そうするとじゃあどういうふうになっていくのかっていうと、例えば1年目100記事書いた、2年目100記事書いた、これで200ですよね。3年目にまた100書いたっていうと、これで300記事になりますので、その300記事が、一貫したテーマ、例えば私がパンをやってた時にはパン教室の方に対しての有益なブログをずっと書き続けるとすると、毎年集客が楽になっていくのがブログ集客の一番大きな特徴になります。で、拡散が得意な、例えば Facebook とか Instagram とかはまた使い方がちょっと違うので、それはさておきますけれども、ブログ集客っていうのは、初心者がというか、上級者というか、慣れてる方もそうだし、私もそうなんですけれども、長きにわたってやればやるほど、集客が楽になるというタイプのツールがブログになります。で、ブログっていうのがもともとどういう言葉の意味なのかっていうと、ウェブ足すブログと書いて、ウェブログ、ウェブで書く記録みたいな、それがもともとのブログの、ウェブログが短くなってブログになったんですけども、ブログの生い立ちなわけですよね。ですから、当初は日記的に書いていくっていうものが多かったんですね。日記的に書いていって、それが例えば、誰かの役に立つとか面白いものとか、そういうブロガーさんっていう、カリスマブロガーさんとかになっていったりして、そこからデビューする、本を書くのがデビューする方とかもいらっしゃるんですけれども、それぐらいこう書いていくことで、それをこう困ってる人が記事を読んだら、場合によっては拡散してくれる場合もあるし、場合によってはあなたのサービスを受けたいと言って教室に来てくださるという方を引っ張ることができるのが、ブログになります。で、私の場合は昔はですね、開業当初っていうのはそこまで皆さんが、ブログとか長文とかをたくさん書くような世の中ではなかったので、ホームページとブログでほぼ集客をしていました、当初はですね。今たくさんツールがありますけれども、そうするとですね、ブログっていうのが当時はですね、大体600字から1000字、原稿紙400字とするとあれが1枚ですから、1枚半か2枚半くらいで、大体文章を書けばですね、集客できてたんですけど、今皆さんが書くのが割と世の中的に当たり前になってしまうので、集客っていうのは相対評価になりますので、皆さんがやるっていうことはそれ以上やらないと目立たないということになっていきます。ですので、今大体平均値、コンテンツブログっていう言葉で、インターネットのマーケティング用語では表されるんですけれども、中身がしっかりしていて、読者のために役立つブログ、これコンテンツブログっていうんですけれども、それをしっかり3000文字とか5000文字とか書く方が、検索エンジンと言われる Yahoo とか、Google とかに評価される世の中になってきてるんですね。だから日記が悪いとは言わないんです。日記が悪いとは言わないんですけれども、日記っていうのはファンになった後だったら読む価値があるんですよ。今日のお昼ご飯とかですね、それっていうのはあなたのファンだから読む価値があるですよね。だけれども、何か例えば教室に来たいかなと思っている人が、何か検索するときって自分でちょっと考えてみてほしいんですけど、その教室がどんなことを自分にとって教えてくれるのかとか、その教室は自分に合うんだろうかとか、この先生はどういう知識を持っている人なんだろうかとか、どちらかというとそちらに興味があるわけですよね。だからそれに答えるようなブログを書いていくっていうのが、ブログを書く意味だったりします。で、その際にですね、あることを意識しているか意識していないか
まあ、あることっていうのは、要は集客につながるようにブログを書くと決めているか決めてないかっていうことで、さっきの積み上げが財産になるのか大した財産にならないのかっていうのが数年後にものすごく大きな差になっていくので、特にブログを今まで書いてない方に関して、これから書くっていう方はこれからお話しすることを5つのコツなんですけどね、意識して書いていただきたいんです。そして最初に申し上げますけれども、ブログ集客っていうのは付け焼き刃的に、はいやりました、はい集客できましたっていうほど楽ちんなものではありません。はっきり言ってこれものすごく勘違いしている人が多いので、お伝えしますけれども、地道に地道にずっと続けた人が勝つというすごい超地味な戦略なんですよ、ブログって。だけど地味に本当に毎日コツコツやった人には、後で50記事書こうが60記事突然書こうが追いつけないんです。ちゃんとそのどうやって年数を積み重ねてそのサイトを作ってきたかっていうのも検索エンジンちゃんと評価してます。だから1日で50記事上げる人よりも1日1記事50日やった人の方がはるかに、はるかにちゃんと評価される、っていうことになっていくのがブログ集客なので、ごまかしが効かないっていうことですね。逆に言うと正直者が得をするという地味な戦略になります。で、地味なんですけどやるとやはりそういう効果が出ます。で、地味なので皆さんがちゃんとやらないです。1年以内にブログをやめていく人っていうのが、まあ、違う私データで見た時に7割とか8割とかっていうのを聞いたことあります。なぜやめるのかっていうと、見てもらえないからっていうのが一番の理由なんですけどね見てもらえないからっていうのはモチベーションが続かないっていう意味です。まあ、確かにこちらはね、一生懸命書いてるのなんか見てもらえてないな、数字もデータで見えますからね、そこが、モチベーションが続かない要因になるっていうんですけど、ちょっと逆に考えてみてほしいんですけど、見てもらえないブログだったら見てもらえるように書きませんかっていうことです。私が言いたいのは、見てもらえないっていうことは役に立つこと書いてない可能性が高いですよね。だからまずは見てもらえるブログってどんなブログなんだろうっていうのを考えなくてはいけないんですね、ブログ集客の場合には。見てもらえるブログってじゃあ何なのって言ったら、困りごととか悩みごとが解決されることが書いてあるブログ、これが見てもらえるブログになります。探されるブログですよね。例えば何か皆さんがね、困ったことがあった時とか、そのキーワードを入れて探しますよね。お店探す時もそうだと思うんですけど、例えば緊急かつ重要っていうところで言うとですね、私の経験値で言うとですね、トイレの水詰まり、これ大変なことになりますよ。何かのきっかけで詰まっちゃうわけですよ。そうすると逆流して汚物がね、汚い話ですいません、上がってきちゃうんですよ。これ相当恐怖ですよ。だってトイレの床が水浸し&おぶつまみれになっちゃうから、もう大変って感じで、やばいやばいっていうところ で慌てて検索して、トイレの水詰まりとかって言って、解決方法とかいうすんごい分かりやすいキーワードで探すんですけど、でまあすっぽんっていう、こうなんかポンってやってパッてやるやつあるじゃないですか。あれが有効っていうのが分かって、家に普通に常備してないんですよ。今は常備してますよ。ただうちはラッキーなことに目の前にイオンがあるんです。歩いて十何歩ぐらいのところに。でイオンに慌てて行って買いに行って、こうパコッてやってスポッてやって水が流れるようになってっていうのができたんですけどね。これダメだときに次は水詰まりのなんか24時間対応水道水詰まりみたいなあるじゃないですか。クラシアンみたいなのとかいろいろあるじゃないですか。ああいうとこ電話しますね。検索すぐかけてっていうぐらい、まあ、困ってるから慌てて探すっていう、まあ、それはたまたま水道屋さんの場合ですけどね。で教室の場合にはそこまで切迫してないので、いずれ来るかもしれない人がじっくりブログを読んであなたの不安になるという人を地味に1000人2000人3000人って増やす必要があります。だから週に1回書いて月4回程度の検索ではどう考えても探されないっていうことですね。だからあとは検索で上位に上がってくるっていうことが、なぜ皆さんはそんなに簡単に上がってくると思うのかが私は不思議なんですけどね。ブログ1ヶ月書いてるんですけど全然上位表示されませんとかいう方いらっしゃるんですけど、いやされませんよっていうことです。1ヶ月ぐらい書いたぐらいだと記事って30個ですよね。
上位の方にいるようなブログとかっていうので、例えばその方がですね、3年とか5年とかやってて、ほぼ毎日もし更新していたら、まあ365で3年やってたら軽く1000記事にはなってるわけで、あなたが後からやったレベルの記事ではそんな簡単に追いつかない。じゃあブログってやる意味ないのか。いや、そうじゃないんですよ。地味でもやっぱり続けることによってやめていく人とかも結構多いので、だんだん上位に上がってくるっていう、そういう感じです。で、あとは中身ですね。役に立つ度合いが非常に強ければ強いほど検索されていくようになりますので、コンテンツブログと呼ばれる、探されるブログ、集客ブログというふうに言ったりもしますけど、それは単なる日記じゃダメということです。なので、私がそうですね、当初パン教室で書いてたブログって、それを意識して最初から書いてます。何ヶ月？ 3 ヶ月、4ヶ月ぐらいで400記事ぐらい書いてるんですよ。で、その記事もしかもちゃんと下調べして書いています。探されるようにということです。パンをやる方が何がお困りなのかっていうことを探して、それを全部テーマにして書いていってます。例えば道具に困ってるっていう人は、初心者が最初に揃えるべき道具はっていう話とかも書いたりとかしますし、あとクープ、知らない人は知らないかもしれないですけど、パンをこう生地を切るナイフがあるんですね。クープナイフっていう、クープナイフっていうのがあって、私クープフェチだった時があってですね、クープナイフ12本くらい買って全部切りまくって、一番切れ味がいいのはこれだみたいなのをブログに書いたことがあります。結構そういう記事って人気なんですよ。あとオーブンとかですね、新しいオーブンを買うと必ず私レポート3回ぐらいにわたって焼き加減レポートとか書きますけどね、品番指定して、それはメーカーを陥れるとかそういうことではなくて、こういうふうに使った結果こうだったっていう、その私の感想を書くだけです。だけれども、そういう記事っていうのはこれからオーブン買おうっていう人には非常に役に立つので、まあそういうものを探してずっとずっと書いてたんです。だからまあちょっと前置き長くなっちゃってあれなんですけれども、ブログをこれから言う5つのことを意識して書くか書かないかで、集客が楽になるかならないか。集客が楽になるっていうのは、あなたを信頼してもらって、この先生だったら習いたいっていう地道な啓蒙活動になるブログが溜まっていくか溜まっていかないかのポイントになるので、ブログ書くのに2時間かかるんですとかいうのは、文章を書くのが慣れてない人はまあ当然で、私文章を書くのは慣れてましたけど、下調べとか本をそのブログを書くために6冊とか7冊バーッと床に広げて、ちょっと専門知識的なものを書く時があるので、まあ3時間とか4時間かかって書いてた時もありました。でもそういう記事に限ってやっぱり人気記事なんですよ。だからそんなことを意識してもらって、時間がないんだったらどうやったら作れるか、時間がないんだったらその長いブログを書くのに5日間ぐらいちょこちょこ書いたのをまとめてやっと1記事にしてもいいっていうぐらいの感覚で考えてもらえたらいいかなと思います。さて、じゃあ申し上げていきます。まず1つ目、今お話をしましたけれども、検索をしたい人が知りたがる内容をあらかじめ調べてそれを書くということです。メリット重視ということですね。まあ、さっき言ったようにオーブン新しく買おうと思ってんだけど、どのオーブンがいいかなとか、私の場合にはあと機械ごねと手ごねの違いとかですね、パン教室だったんで、そういう記事書いたりとか、機械ごねの比較とかも書いたりとかする記事を書いたりしてました。なので、その対象となる人が知りたいこと重視で書いていくのがいいですね。お花の教室だったら、お花の何を知りたいのかということですね。お花の私の教室選びというのはちょっと特殊で、なんていうのかな、どれだけ自由にさせてくれるかっていうことと、個性を生かさせたこう花を作らせてくれるかみたいなのが重要視されていたので、検定みたいなこう何センチ何センチで定規を測ったようなアレンジを作る教室には行きたい人ではなかったです。ちょっと変わった市場から仕入れてきたようなお花を使って、まあアレンジを教えてくれるようなフリータイム制みたいな雰囲気のところの教室が好きで、昔あったんですけどね、そういうとこ行ったりとしてました。なので、何を知りたいかっていうことをメリット重視で探す。一番多かったのヤフー知恵袋とかよく使ってましたね。あとはその時書店に行ってですね、雑誌の上の方に出ている大きな見出しの言葉とか、書店まで行かなくてもいいんですけどね、ネットでも雑誌とか調べられるんで、表紙に出ているような言葉っていうのは、割と皆さんが今知りたいことを雑誌社の方はトレンドでやってるので、そこから引っ張る自分の業界領域での困りごと
を想像して書くみたいな、そんなんでまず困ってることないしは知りたいことを探すっていうのがまず一つ目ですね。でその次にですね、その中に知りたいことのキーワードを意識して、まあ、タイトルを作っていかなくてはいけないので、まああのパンで言うと、まあ、公募っていうのも一つのキーワードになってきたりとか、あと道具とかっていうのもキーワードになってきたりとか、その時例えば、すごく流行ってるパンとかがあったとしますよね。クロワッサンとか地味に食パンが人気になる時とかもありますけどね。でそういう話題を書く時にその何のキーワードで書いていこうかなっていうのをまず一つ考える必要があって、かつそのシステマチックに集客されるようにブログをもし書きたいんだったら、キーワードが検索されているかどうかみたいなのも本当は調べるといいです。ちょっと少し上級者の話になるので、できる方はトライしてもらって、できない方は今の話ちょっとしばらく言う話はスルーしてもらっても構わないです。Google 広告にあのキーワードプランナーっていうあのものがあって、 Google 広告っていうのがあの登録をして広告を、ね、出すための設定をする、まあ、無料で登録できるものがあるんですけども、それを登録してアカウントを持つとですね、キーワードプランナーっていうキーワードを探すことができる、あのそういう画面を使うことができるんです。で例えばキーワード候補を、私の場合だったら天然酵母パン教室っていうことでキーワードプランナーに打ち込むとですね、まあ、今ちょうど打ち込んでみたんですけれども、月間検索平均検索ボリュームっていうのが出てきてですね、一番多いのがパン手作り、あ間違えた、米粉か、1万、あもうちょっと多かった、ココット、あそう、まあ、いろいろちょっとあるんですけどいっぱいあるな、あまあまあ、じゃあちょっと多めで教室に引っ張りそうな言葉が喜びそうな言葉で言うと米粉12,100、これ結構月間ボリューム件数多いですね。月間ボリュームやっぱり1000以上、3000、5000、1万とか1万ぐらいあるといいなと思いますね。米粉なんだ、で私天然酵母パン教室なんですけど米粉ですかみたいな感じで、じゃあ、米粉を作るパン、米粉パンを作る時に、おすすめの天然酵母はとかっていう多分タイトルとか作っちゃいますね。まあ私だったら多分白神こだまとかっていうのを入れちゃったりとかしますけどね。あと地味にですねココットとか出てきちゃってますね。ココットへーみたいな感じなんです。18,100とか出てますね。ココットこういう入れ物ですね。天然酵母パン。だからこのキーワードどうやってブログにするかっていう、そういう考え方になるので、天然酵母パンを、まあ、あの作る時にココットを使うと便利な理由とかねどう便利なのか考えないといけないですけど、あと普通にですね、パン、パン作り方とか、これはものすごくたくさん書けますねパン作り方、私の場合には機械語ね、手語ねも書けます。まあ、他にもいろんな製法工法があるので、オートリーズとかね、二段階語ねとか中種法とか、地味に私の記事では中種法が人気でしたね、はい、ストレート法とか作り方もいろいろあります。でそれを一個一個解説するだけでもう 5日間ぐらいブログが書けますとかね、まあ、そんな感じでキーワードを捉えて、でそれを調べるのにキーワードプランナーっていうのもありますし、まあ、そこが難しい方は、まあ、これが検索されるかなみたいな、実際にキーワードをね、Google とか Yahoo とかに打ち込んで上の方に出てきてる人がどんな記事書いてんのかなとか見ながら書いてみるっていうのも一つの方法です。そしてこれをやった後、今度4番目、3番目、記事のゴールを考えて、ページのタイトルを作るんです。記事のゴールを考えてページのタイトルを作る、これできてない人結構多いんですよ、特に女性は。あのゴールからタイトル考えるんです。要はこの記事はこういうことを読者に伝えようっていうことを考えた上で、さっきのキーワードを組み合わせをして、そしてタイトル、魅力的なタイトルを作るっていうことですね。まあ、だからさっき言うと、そのじゃあ米粉と天然酵母っていうことで、まあ、白神こだまがおすすめとかっていうのがゴールだったとした時に、その米粉パンの、まあ、おすすめの酵母はっていうと、何って言って読みたくなるじゃないですか、まあ、それがタイトルの作り方。ゴールは私の中では白神こだまがいいよっていうのが一応最適っていうことで言うつもりなんですけど、他にも天然酵母たくさん使ってます。星野とかね、
あとは有機天然酵母とか十勝の酵母とか、いろいろ私酵母パネトーネとかも扱ってましたんで、でそれぞれの酵母を使った場合に米とこパンとの米粉パンっていうか米粉との相性はどうなのかっていうのを私独自の視点で語っていきます。それだけでも7つの天然酵母を扱うパン教室だったので、7個の、小項目っていうか見出しが作れるんですよね。でそれぞれの見出しの酵母の名前も検索エンジンで引っかかっていきます。なのでそういう書き方をしていくんですね。なので、ページはゴールを考えてからページのタイトルを考える。そしてそのページのタイトルの中には検索されやすいキーワードが入っている方がいいということになります。だから自分のブランディング、要は私ってこういう人よっていうものを知ってもらいたいがために、ブログを書く、ライトな感じのもお気楽ブログですね。それは何記事かに1回はいいです。だから今日のお昼ご飯とかいうタイトルがどんなに不毛なタイトルかっていうのはこれで分かっていただけると思うんですよね。今日のお昼ご飯だから何にもキーワードが入ってないじゃないですか。だから私がもしお昼ご飯のことをブログで書きたくて、集客ブログで書きたかったとしたら、例えばそれが、有名なパン屋さんでランチを食べたとします。三軒茶屋にシニフィアンシニフィエっていう、志賀シェフっていう方がやってるところでね、パン売ってます。だけどランチも食べれるんですよ。そうするとシニフィアンシニフィエの、ロデブを食べて、その生地の、内装を見てみた結果とかね、わかんない。そんな方、ランチを食べるんですけど、だからその記事の内容が、その興味がありそうな、読者属性に興味がありそうな記事の書き方をするっていうことを意識して、単なる今日のお昼ご飯でもそういう書き方をします。内装比較とかね。何種類かね、今はどうか知らないですけど、5種類ぐらいの切った、切れ端というか、それをね、食べることできるんです。そうするとその写真撮りますね、私5個の。でこの内装はおそらくとか言って水分加水率80%90%ぐらいの水でこんな粉を使ってやったんじゃなかろうかとかね。正しい答えは知りませんよ。知らないけど、志賀シェフだったらきっとこの粉を使ってるに違いないとか、必要だったら調べますけどね、ネットで。って書くから結構時間かかるんですよ。その代わり読んでる人がそれを面白がるって人は、私のところの教室に来やすい人です。マニアだから、うちの教室来るのは。公募が大好きとかね、記事の質とかそういうものがどうかとか、あとはもちろんその整形のことについて書く場合もあります。素敵な不思議な飾りパンとかも私教えてたこととかありましたけれどもね。そういう整形が好きな人。だから好きな読者層に対、それを好きな読者層に対して記事を書いていくっていうことになるので、ページをタイトルを考える場合も検索されやすい方が見てもらえる確率は上がります。で4つ目です。記事の構成。おおよそ3000文字ぐらいがいい。これ1回書いてみると皆さん分かると思うんですけど、案外時間かかります。私がだいたい本を書く著者です。早いんです。キーワードじゃないや、ライティングっていうか、パソコンのタカタカタカっていう、あれもね、早いんですよ。派遣の方の、あれを登録するためにそれを測った時、割と早いんです、私。それでもですね、頭からどんどん降りてくる言葉を書き表しても、3000文字だとやっぱりね、1時間ぐらいかかるんですよね、考えながら書くと。で、多分一般の方はもっとかかるはずです。うちの生徒さんの話聞いてると、1000文字書くのにやっぱもうぜいぜい言いながら1時間とか1時間半2時間という人もいてますのでね。これ書かないと早くなりません。結論から言うと、早くなる方法ありますか？書かないと早くならない。なので3000文字いきなりは大変と思います。なので例えば600文字を5日間かけて1記事仕上げると、ボリュームのあるいい記事が書けるので、そういう書き方も一つです。600文字ぐらいはね、割と書けます。で、構成としてはタイトルまず書きますね。で冒頭、リード文っていうふうに言われる、なんでこのブログを書こうと思ったか、こんな人に向いてますよっていう、ちょっと興味を持ってもらう冒頭の文章ですね。でその後本編の記事が入っていきます。さっきの米粉の話で言うと、酵母別にその米粉との相性を語っていくのが記事1、記事じゃない、見出し1、見出し2、見出し3っていう、そんな感じになっていきますので、さっきのあれで言うと7つの酵母をもし語っていくんだったら見出し7まで作るような感じになりますね。
で、その記事に対して中身書く。そこには写真がついてくる。特に女性向けに書くブログだったら写真必須です。写真入れないとですね、飛ばし読みされちゃう。まあ、見出しだけ読んでも文章が伝わるようにって書いていくのがブログライティングなんですけれども、飛ばし読みされちゃいますね。だから、なるべくね、画像多めの方がいいです。で、見出し書いていきます。で、最後、結論はってことでまとめを書きます。だから、タイトルと結論がリンクしてないと読んだ人がおりょりょっていう感じになっちゃうんです。あれとかいう。これ、女性のブログを私添削してると、このタイトルでなんでこの終わり方なのとかいう時とかよくあります。で、なんか書いてるうちにどんどん書きたいことが増えちゃってとかっていう答えがよく多いんですけど、そうすると主題がずれてっちゃうので、読んだ人が気持ち悪いんですよ。だって、そのタイトルの結論を知りたくって外から飛んできて読んでるわけなので、でそれがずれちゃうと読まれないブログになっていきます。だから話が広がらないように、これは今回これを書く、一文一意っていう言葉があるんですけど、一個のテーマで貫いて最後まで書く。そして結論、何個も書きたかったら何個もブログを書いてください。これが答えです。なので一文一意を意識する。で、ここ目ですね、ネタ切れの、防止方法ということで、ネタ切れはなぜ起こるのかっていうと、まあその観点で考えてないからっていうのが一番まあ多いんですけど、初心者が明日書くものがないとか今日書くものがないって困っちゃうぐらいだったらですね、最初にカテゴリーを31個作ります。31日が多いから31個。例えば1個は工房のことを書こう、パンだったら道具のことを書こうとか、あとは、まあ、道具もすごいいっぱいありますけれどもね。で、日常のレッスンの報告をしようとか、まあそうやって30項目ぐらいまず大項目を立てるんですよ。そうすると30日に1回それが回ってくる感じになるので、今日って何のテーマで書く日だっけとか、あ、レッスン報告か。レッスン報告はかなりいっぱいやった方がいいんですけどね、30日に1回レベルじゃなくて、まあレッスン報告か。あ、じゃあ今日はレッスン報告を書こうって決めてるってことは朝一で確認しないとダメですよね。でないとレッスンの写真撮れないから。そういう感じで回していくと、まず困ることがないですよ。あとはもうちょっと上級者になってくると、まあ、お題を与えて、それに対してブログ記事を書いていっちゃうっていうこともできたりします。私はどんなテーマを与えられても自分の領域でブログを書いていくことができます。例えば、お水ですね。お水、ペットボトルにこうお水があって、このお水をテーマにパン教室の領域とコンサルタントとしての領域2通りでブログ記事を書いてくださいって言われたら書けます。例えばじゃあパン教室だったら何を、水だったら何を語るか。パンで水っていうと、まあその軟水と硬水っていうのがあるんですね。まあ、マグネシウムの量の違いとか、まあいろいろあるわけですけど。で、軟水の方は日本の水は割と軟水なんです。で、フランスとか、そちらの方は割と硬水とか、海外のね、お水とかは、硬水になってきます。エビアン、ビッテルとかね、そういうのもあったりとかしますけれども、それによってパン生地に与える影響が、まあ、水によって生地が締まっていくとかですね、味わいが変わるんです。特にバケットとか作るときとか、バケットとか作るときはやっぱ硬水の方が相性がいいです。日本の水の軟水よりも。ただ国産小麦でやるんだったら軟水でもいいかみたいな感じとか、外箔で作っていくんだったら硬水の方がいいよね。でそれに酵母を掛け合わせて作っていきますので、とかいうなんかね、マニアな会話がずっと続いていく。これ水テーマです。じゃあコンサルタントの領域ではどういう領域か、マインドを扱う話を多分私書くと思います。要はですね、コップに水が半分しかないと思うのか、半分もあると思うのかっていうテーマですね。半分しかないって思う人はネガティブ思考が強いので諦めてしまう可能性があるから、もう一頑張りできない人が多いです。半分もあるっていうふうに思えることは、まだチャレンジ、チャンスがある、頑張ろうっていうことができるマインドを持ってる人なので、その人は成功する確率が高いみたいなマインド論を多分水って言われたら語ります。ということで、どんなテーマでもね、作ることできちゃうんですよ。だから私、電車の中吊りとか見ると、あ、こういうテーマでも世の中動いてるんだって言って、自分の領域でどういうブログが書けるかなって考えて書いちゃいます。だからはっきり言ってネタに困ることはないというか、思いついてメモを書いてるブログで私の速度、
書く速度と日々の忙しさで間に合わなくて溜まってる記事が70記事あるんですよ、今すでに。だからネタ書きたいネタがあるんです、だけど書く時間がないだけっていう。日々 1とかは更新してるんですよ。それ以上に、あ、今日これだから、ひどい時とか5記事ぐらい思いついちゃう時ある、あ、これみんなに伝えてあげたいとか、全部メモ書いときますけどね。だから何でも書けます。時計、今ここに時計ありますけど、時計をテーマにしてパンの領域とコンサルティングの領域で書いてくださいって言ったら書けますし、私はあと他に電子書籍のセミナー講師とかもやってます。なので時計っていう題材にして、あのコンテンツブログ書いてくださいって言われたら書けます。だから何でも書けます。ペンで書いてくれって言われたらペンで書けますというね、まあそういう感じ。そうするとまずネタに困ることはないんですけどね。これ思考の訓練になります。ということで、ちょっと上級の話も入れてしまいましたが、まとめをしますと5つのコツもう一度言います。まず1つ目、検索したい人が知りたいこと、メリット重視で、想像をして調べて書いてみる。2、キーワードを考える。楽ちんなのはキーワードプランナーっていうのも探してみる、探して検索ボリュームを見るっていうのが楽な方法の1つです。3つ目、記事のゴールを考えてページのタイトルを、作っていく。4つ目、記事の構成を考える、タイトル、冒頭、見出し、中身、まとめ、ゴール、これが一番シンプルな形です。5つ目、ネタ切れ防止でコツコツと継続的に書く。これが5つのコツになります。なので、これをね、まずね、ルーティンでやってみるっていうことです。やらない限りは進まないし、あの何度も言いますけれども、ブログは非常に地味な集客戦略なんですが、地味な分他の方がついてこれないので、長く続けた人は必ずだいたい上手に集客できてます。なので、あのまずはそんなイメージでですね、取っかかりやっていただけるといいかなって思いますので、頑張ってみてください。それでは。